後にね手作りクッキー作るんだよね。うん、テーマはさつまいもで、このオートミールを粉にしたやつで作ってみたいと思います。今チンしたさつまいもをマッシュしてます。オートミールを粉にしたやつを100g、うん、全部入れちゃっていいと思うけど。全部、うん、多分、うん、100g ないかな。いいよ、とりあえず入れて全部、うん、はい。大津子がねちょっと中途半端だったから、このなんかハマリのホットケーキミックスを混ぜました。で、お水を入れて、ダマにならないように、そう、こねこねして、さっくりさっくり、ちゃんとほら、ここら辺とかも、はい、よく混ぜます。うん、クッキーの生地ぐらいになったね。オッケー。まだあるよ、この、うん、ちゃんと綺麗に馴染むまで。ちょっとあのさつまいも大きくなったらマッシュしながらね、指でさギュッて押さえて、なんかベーグル作ってる感じパンみたいだね。はい、したら肩で、はい、この骨の肩で抜いて、めっちゃここら辺からやんないとね。うん、端からね。ここ、うん、もっともっとここら辺からこうやって。手袋邪魔、いい、うん、熱い、こうやって、はい、ここ、うん、まっすぐね、上からギュッと、うん、OK、いいよ、どんどん抜いていって。のアルファベットを並べてクッキーにスタンプします。ねえねえママ、はい、そのやつでさ、ミュウ、ミュウティノとかやる。ミュウ、ミュウも、ミュウも食べるのそれ。どんどん作ってください。こまちゃんとね、マックスにもあげよう。はい、並べて。もうあれ全部しちゃうよ、マックス、ごまとかの名前、うん、まず型を全部抜いて、もう抜いた、あ、これ、うん、
これに詰めようかな。はい、じゃあ1個昨日に味見。ドッキリドッキリ。普通に見かけティノ、お座りみゆちゃんが作ったんだよ、ティノのおやつ、クッキー。ああ、いた、はい、お座り、そう、待てよ、はい、お座りは、そう、待て、いただきます。どう食いつきはどうですか？ちょっと大きいかな。ねえ、すごい食べてんじゃん。なんかでも、硬いのかな、ちょっと。あ、全然食べてないじゃん。持ってあげようか。今、カリッと言った。大丈夫？ほら、割れた。硬い方がいいんだよ、よく噛むから。ごっくんしないようにね、そのまんま。あ、食べた。美味しいね。美味しい。美味しい。カリコリ。美味しいね。夢中で食べてるね。もう一個食べたいね。一日一個かな。ね、美味しかったね。大成功。噛んで食べて。もう一個です。終わりです。あ、美味しかったね。よかったね。